はい、皆さんこんにちは。元気なアジーです。今日は1月の20日、13時28分です。今回は元気なおじいが楽天のね、業者さんから買ったポケットコイルマットレスね、これが思いっきり臭かったという話でね、それで、まあ、この件についてコメントをね、たくさんいただいてますので、まあ、今日はそのコメントに返すような形の雑談になると思います。で、また午後にね、Uパックで、消臭剤が届くらしいので、まあ、届いたらまた動画を作ろうと思ってますので、ね、まずはここまでのね、まあ、まとめというかコメントを拾っていきたいと思います。で、この件に関してはね、まあ、重要なのがこの部分です。商品ページに汚れ、匂い、無料交換、ね、まあ、これがちゃんとあって安心して注文してたのに、実際には匂いでね、ご連絡くださいって書いてあっても、まあ、交換はしていませんと。消臭剤をお送りしてます。数日から2週間、ね、様子を見て、それでもダメなら、引き上げます、ね。交換はいたしません。なぜならば、また同じように匂いを感じることがあるかもしれないということでね。だからもうみんな同じ臭いから交換やってもキリがないので、交換はしないという、でそういう返事をいただいてます。じゃあね、コメントの方をね、一個ずつ見ていきましょう。はい、ありがとうございます。まあ、汚れ、匂い、無料交換と表示して安心して購入してもらえるようにしているつもりですが、まあ、逆に考えると、当店の商品は最初から汚れや匂いがある商品と言っているようなものですね。適当な対応で歯ごなが匂いがね、薄れるのを待って諦めさせるつもりではないでしょうか、ね。まあ、多分そんな流れになってます。ただレビューを見ると、消臭剤をね、やっぱ交換希望したけども消臭剤を送っ、が送られてきて、で様子を見てくれと。でそれで2週間ぐらい様子見たんだけども、やっぱり臭いから交換を申し出てるんだけども、連絡がありませんっていうね、まあ、そういう気になるコメントもあるんだよね。結局ね、放置されてるっていうね。そこはどうなったんだろうね。でもね、おじいさん、このようなね、失格な業者は消さないと、後から買っていく人たちの助けにならないと思います、ね。元気なおじいさんの優しい思いよりもね、逆に業者に対して甘やかしになりませんかね、みたいなね。まあ、私事ではないので、あまり口出ししませんが、私だったらその業者は出品停止、ね、完全に全額返金、消費者センターに、まあ、すごいこと言ったところでしょうかってね。まあ、そうすれば個人的な怒りは収まると思うんだけど、年間じゃない、毎月1500本だっけか、これ何本だっけかな、結構たくさんね、売れてる業者なんで、まあ、当然ね、多分ここ楽天だけじゃなくていろんなところで売ってると思う。まあ、直にホームページも持ってるしね。だからね、楽天の出品停止持ってくのはまた面倒くさい話だし、この業者がね、このやり方を根本的に変えない限り何の問題にもならないと思う。楽天で買うお客さんは それ助かるかもしれないけれども、根本的な解決にならないとおじいは考えてます。おじいがこの業者に対して求めてるのは、おじいの件は別に置いておいて、この表示をね、これを消しなさいって言ったんで、嘘だから、うん。そしたら、それはね、認めて消した、昨日ね。でも、注文確認メールとか発送メールに同じような内容が書いてあるので、それも消せってね、まあ、一応言ってやる、うん。また後でね、詳しく説明するけども。で、要は相手は誤解だと言ってるんだけども、誤解じゃなくて嘘でしょ。だからそういう嘘の内容は消しなさいっていうことで、匂いがあるから、じゃあ匂いがあった場合は消臭剤を送るからね、数日から2週間要は換気のいいところでね、試してもらって、それでもしまなかったら交換ではなくて引き上げですよっていう、そういう資料を徹底してやってるんだったら、その内容をちゃんと注文前に書きなさい。ね。
キャンセルはお受けできませんとかも一回言ってきたでしょ。でもおかしいじゃないか、そしたら引き上げますって言うけどさ、ね、それ違うでしょうってことなんだよ。だ根本的に他のお客さんがちゃんと正しい理解を持って購入できるようになれば、おじい的にはそれでいいんだよ、ね、個人的に納得できないからやっつけるじゃなくて、他のお客さんに今後同じこういう被害を受けてほしくないっていう、そこなんだよね、重要なのはね。で返品についてはね、まあ、完全に断られてるっていうことで、いやそういうことではないね。返品をしたいと言っても、返品はお客さん総量持ちだよって細かく書いてあるし、基本的に注文後は受け付けないよって書いてあるんだよね。でサポートに言えば2週間以上消臭剤やってダメなんだったら引き上げるよとは書いてあるんだよね。言う対応するんだよね。で自分の場合はアトピーでアレルギーだし、そんなものを置けるかよって言ったらね、じゃあ引き上げますよとは対応はしてる、ね。まあ、それも総理自腹ならね、まあ、返品に押してあげてもいいよというか、ね、まあ、そこがちょっとまだはっきりしないんだよね。メールの記載には返品総量お客さん持ちって書いてあるんだよね。おはようございます、元気なおじいさま、優しい温厚だよピピョーってね、誤解のある表記、誤解広告をしたと認めたようなものですね、まあ、消したってことはね、誤解、まあ、広告とは商品やサービスについて事実に反する表現や、ね、これ何て読むの、なんかわかんないけど、なんか表記書面によって消費者に誤解させ公正な競争を阻害する恐れのある広告のことを言う、ね。古代広告をググると楽天20、まあ、あった過去にね、ずっとヤスリばかしてるのに、いつ何パーセント引きって、いつもこの値段で、その値段で売ってた事実が ないじゃないかってそういうやつね、あったよ過去にね。もともとそういう認識の業者なので、多分ね、まあ、動画が残ってるから削除したんだろうねってね。おじい腰大事にありがとうね。まあ、そういうことで、おじいの目的としては、この業者のね、こう言えばこれ一言多いんだよ。でこのそのこれがあって信頼をして、そこで契約してるわけなんだね。で契約後のメールで、発送メールで注文後のね、キャンセルは受けないからねって書いてありますよって、そんな風にして返されたらさ、この契約してる時にその内容ないわけなんだもん。後付けでそんなこと言われてもさ、おかしいでしょ。だったらここの内容をしっかり守りなさいよって言ったらね、それは誤解です、誤解を与えてしまいました。何が誤解なんだよ。ここねちょっとクローズアップしてね、見てください。EN101P は毎月1500本以上、シーズンでは月に3000本以上を出荷しており、匂いが気になられるお客様からのご連絡は非常に少なく、ご連絡をいただきましたお客様においても改善されたとご報告いただいております。ページ内においては匂いが全くないような誤解を招く表記をすることはないと思いますが、匂いがあるとも記載しておりませんので、今後の掲載方法についてはページ担当者にも伝えさせていただく。この一言をなぜ書くかな。匂いが臭いとも書いてないけど、臭くないとも書いてない。だから交換してもまた臭いのが届くから交換しないんだってね。じゃあ臭いって書けよこれは何なんだよ。非常に少ないんだったらね、交換したっていいわけでしょ。たまたま外れに当たっちゃったわけだから交換してもいいわけでしょ。なぜ交換、また同じ匂いを感じると思いますのでって、弊社では問題のないレベルでもお客様にとって問題がある場合がございまして、なんでそんなことを書くの、お客様をバカにするの。
お宅の商品みんな臭いっていうのを証明してるようなもんじゃない、ね、1個は臭くて1個は臭くないっていうコメントだってあるわけじゃん、ね、この記載があるのに消臭剤を送りますなんて書いてないわけでしょ。だから、ね、あの交換を受け付けないんだったら、まあ、返品を受け付けないんだったら当商品はジャンク品でございます、ジャンク品の意味をよくご理解の上ご注文くださいって書いておけば文句は言わないんだよ、ね、臭い内容ももし万が一ね、あの臭いものが届いたら消臭剤を送るので、ね、数日から2週間様子を見てもらって、それでもどうしてもダメならね引き上げます、ね、ただし送料はお客様の自腹になりますとかね、ご注意ください、あくまでもジャンク品につきご了承くださいって、そういう一言があればみんな納得するんだよ、ね、今回の件もねと思うんだおじいは。それで、まあ、この内容もね、あのこの商品到着後のご注意点ね、商品には万事を期しておりますがね、お得商品に運搬中の事故や汚れ傷が生じている場合や商品自体に気になる不良部分がございましたら、お手数ですが当社までねお電話でご連絡くださいまして、早急に交換部材交換で、ね、提案させていただきます。これはだからその1500本とか3000本毎月出荷してるけども匂いが臭いよという人が非常に少ないんだったら、そのたまたま臭いやつっていうのはあの不良品なわけでしょう。だ不良の問い合わせについてはちゃんと交換するって書いてあるんだから、この内容自体が嘘じゃないかって、新しいあのこのメールの内容のこの嘘の内容も消しなさいっておじいは一応送りました。これ、ね、嘘なんだからこれが、ねねまあ、ここに書いてあるんだよこれがね、あの注文後のこれね、転送料金またはあの返品送料がお客様の負担となってしまいます、ね、で、お受け取り前でも出荷後のキャンセル返品はお受けいたしかねます。また一度開封した商品の返品交換を受け止まることはできません。これが発送通知に書いてあるわけです。で、契約が成立した後の発送通知で来るわけです。これを契約する前に提示しないとおかしいよねと思うんだおじいは。ここでもない、こっちだ、この内容はね、まあ、換気されてる、ここね、あのほとんどの場合ね、数日か2週間ほどで可能性で、ほとんどの場合、ね、ほとんどの場合、よろしければね、消臭液をお送りしますので、一緒に試し、これが、ここに書いてあることと、まず全く違う対応ということね、まあ、お試しいただけませんでしょうか、ね、まあ、植物性のもので薄めてお使いいただけます。あのちゃんとしたボトルで来ないってことなんだよね結局ね。でお返事をいただきましたら、あの消臭液を、ね、速やかに手配する。あのお返事がなくても布団とかマットとか衣類とか臭くなってるんだから、もうあのもう手配させていただきましたじゃないとおかしいんだよ。なんでそこでご確認、いろんな人がいろんな事情でメール政治家プライベート事情があるわけでね、速度にキャッチボールできないんだから普通の人はね、それでタイムラグがある部分はずっと苦しんでるんだから、消臭剤対応しかしないだったらそれなんで速やかにしないの、お返事待ちになるの、おかしいんだよね。だからね、諦め待ちというかね、まあ、他のお客様と同じように様子を見ていただきまして、ね、それでも改善されないようなら交換ではなくお引き取りさせていただく、ことになりますよってこう書いてあるけど、ね、で、これね、これについて、ね、このバナーね、これインチキじゃないかってね、そしたらね、この誤解のある表記がある点に気がつきましたね、社員まで行き届かず申し訳ございませんでね、でもこの内容で契約したんだよってことを伝えたいんだね。で、まあ、添付したあの汚れ消臭についてですね、これはベッドのフレームの部材において接着でしょ、これはあくまでもベッドのフレームに対しての内容であって、でマットにも糊は使ってるけども、この保証内容はあくまでもどっちも臭い商品なんだけれども、フレームに対しては交換をするけども、マットに対しては交換しないんですよ。でマットの方にもこのリンクがついちゃってたので、
誤解だったんですよって。それは誤解と言いません。その内容で契約をしてるわけなんだから、これをちゃんと実行しないと詐欺になりますね。誤解じゃないんだよこれは。そういう内容の記載で販売していたわけ、ちゃんとね。でメールの内容でもね、同じことが書いてあるわけだからね、それは通らないんだよ業者として。まあ、交換後も同様にお感じになる可能性があると思う。だから結局全部臭いってことなんでしょ。全部臭いってことでしょ。だから私も購入した商品の匂いを感じることがありますでしょ。でしょ。だから臭いんだよ。だ会社レベルでね、融資のレベルとか考えたことで臭いんだよ。ね、これがね発送メールで。ね、商品到着後の注意点、発送メールできます。商品には万全を期してありますが、お手に来た商品に運搬中の事故や汚れで傷が生じている場合や、消費時点に気になる不良分がございましたらお手数ですが、当社までメールまたはお電話にしてご連絡くださいませ。早急に交換部材手配させていただきます。これが嘘なわけなので、こういうのを記載しないでくださいって。手抜きが混乱を招いてるっていうことでしょ結局ね。そういうことなんです。まあ元気なおじいとしてはね、なんていうかな、その揉めるのが目的ではないので、本当に何度も何度も言うけれどもね、困ったもんだね。なのでね、まあ、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。失礼したよ。おじいの送ったメール、新しいメール、それをね皆さんにちょっと公開するよ。こんな内容で送りました。読むね。注文後の発送メールなどあちこちにある記載内容も問題ですよ、ね、添付画像あり、今ね見せたやつです、ね、楽して何でも一緒にするから問題が発生する。嘘は嘘、詐欺は詐欺、結果が全てなのです。説明通りの対応が現実と異なればお客様の不満が出て当然です。きちんと返品不可のジャンク扱いという記載も必要です。それがあればお客様も納得するはずです。午後には消臭剤も届くことでしょう。ということでね、本当ね、臭いとも記載してないけども、臭くないとも書いてないってね。だから臭いのが届いてもね、そういう可能性もあるんだっていうね。もうそこの文字を来た時にここの血管がピクピクってなって切れそうになるよ。みんなだったらどう思う、そういうこと言われたら。1500本から3000本毎月売ってて、臭いっていうね連絡はね少ないんですよ、ね、でも臭いっていう人がいたとしても、うちの商品は臭いとは書いてないけども、臭くないとも書いてないんだから、そういうのが届いたってね、しょうがないんだって、ね、これ開き直りじゃないこれある意味ご丁寧な言葉でそういう風にして帰ってくるんだよ。一言余分だと思わないね。身近にいたら本当うるさいおばちゃんなんだろうね、避けたい人だと思うけどねそんな感じです。おじい的には今回の件なんだけれども、まあ温厚だねってね、優しいねって言うけども、別に揉めるのが目的ではなくてね、トラブルとしても、まあ、楽天からいなくなったとしても他で売ってるわけだし、やっぱ他のお客さんが同じ悲しみをやっぱね覚えてほしくない。だからこういう商品なんだよっていうのをちゃんと記載すること。匂いがある場合がある、その場合は数日からね2週間干してほしい。気になる方には消臭剤をね送ってますね。で交換はしませんね、匂いがこういう糊を使ってるので匂いがある商品ですってちゃんと明記することね。でそう
交換はしませんね。それから2週間経ってもダメならね、返品は受け付けます、ね。また送料はお客様負担なりなんだりね、そこら辺をねちゃんと記載することなんだよ。だから、一個の目的としては嘘の内容ね、これは問題があるんだから消せよっつってね、汚れにおい無料交換、でこれは消したね。だからあとはメールの内容に書いてあるね、後からのメールにね返品受け付けないってね、そんなこと書いてあるけど、そんなものは無効だよ。でそのメールに関してどうのこうの言うんだったら、そのメールにもね交換するって書いてあるんだから、じゃあその内容を消しなさいよ、そういうことでそれが消えてくれればいいんだよね。要はお客さんにもこういうリスクがあるんだよということを知った上で注文してくれるんだったらいくらでもいいと思う。私のは当たりだった、私のは外れだったって、アマゾンだったかなね、いろいろあるよ。マットレスとかそういうのいっぱい見たからね、おじいね。またちゃんと商品のところに書いてあるんだよ。マットにね、匂いがある場合もあるんだけれども、そういう場合はね、天日干ししたりとかね、1、2週間ほどね、風通しのいいところにね、置いていただければ、家がね、薄まりますとかね、書いてあるんで、しゃってお試しくださいっていうのはね、ちゃんと書いてあるんだよ、注意事項に。しっかりと。だからそういうもんなんだなっつってお客さんは注文するから、そういうところの商品のレベルだと、私にはちょっと匂いがきつい、外れがきました、今何日干してます、まだ使いませんとかね、そういうコメント全然違うんだよ、ね。だからもうそういうのがあらかじめ分かって注文するのと、こういう記載があって注文するのでは全く意味が違いますよということなんだよ。でおじいもしっかりとね、そのサポートの人がね、悪いところはしっかりと認めてね、すいませんでしたって、今後のねこういうところは改善していけますよ、その一言があればそれでいいんだよ。いちいちそれは誤解でございますとかさ、匂いがあるないとも書いてないとかさ、こういうつまらないこと書いてくるから腹が立つんでしょ。結局みんなも同じ気持ちになるよね、おじいの立場だったら。一言余分なんだよ。で言い訳が余分だし、その言い訳を書くのもいいよ。これはフレームでこういう問題があったからこういうことがあったんですよって。でもそれはおたくらの事情の話なわけであって、マットを注文するお客さんにその過去にあったお話っていうのは全く関係ない話なんだよ。会社の内部事情だから、それはでしょ。マットを変えたお客さんはマットのとこしか見てないし、そこのところにちゃんとね、これがあれば安心するわけなんだよ。そこに返品を受け付けないとか交換しないなんて書いてないわけだから。でいざ注文してみたら、注文メールには返品受け付けないとか書いてあるけれども、でもやっぱねこれと同じような内容が書いてあるんだよ、ご連絡くださいってね。メール以外電話で連絡すればいいって言ってもね、香川県までフリーダイヤルじゃないんだよ。電話代自腹だよ。一体いくらかかるの、香川県までずっと文句言ってたら。だいたいね、他の業者はフリーダイヤルをしっかり設けてるよ。フリーダイヤルを設けてないところっていうのは必ずクレームを前提とした商売をしている。マリちゃんだかな、札幌一番だかな、どこだかな、5個入りのラーメン、冷やしラーメン買ってパッて大袋開けたら中に5個入ってんだけど、取ったらボロン、えボロン、えこれ密封されてないやん、乗りついてないやんみたいなね、落っこっちゃう、これ大丈夫かな、これいつのみたいな形で、でお客様サポート電話しようと思ったんだよ。そしたらフリーダイヤルがないこんな1個何十円のラーメンでこんなことがあったよっていうのに、すげえお金かけて言わなきゃなんないね。結果どうなったかというと、投げ入りだよね、結局。そうでしょ、おかしいでしょ、どう考えたって。あんな一流のメーカーがさ、そんなことするんだから、
まあしょうがないって言えばしょうがないかもしれないけども、ちょっと納得できないね。それからもうそのメーカーのラーメン買うの嫌になっちゃったけどね。まあ日本国内のね社用店のメーカーだからね、まあ名前出さないけどもさ、ね、まあそんなこんなです。おじいはだからあの平和主義なんでね、ただ本当にあの相手が分かってくれて、こういう騙し販売とかね詐欺みたいなことはちゃんと認めてね、あのやってくれることを望みたいんだよ。おじい一人の問題でね全額返金ができてね、あ、よかったって、あの個人的に満足しても、気になってるのは他の方だよね。で過去の方もレビューであの交換してくれましたとかって書いてないの。連絡が全く返信が来ませんって書いてあるんだからね。だからさ、あの本当手のひらを返した対応っていうのはどんなものかなって、ね、おじいも前回の注文の内容見せたよね。注文 の, あのクリックするときに備考欄があるからね、このサポートさんの対応もすごく良かったです、安心して注文できますって一言書いてあったでしょ。動画で見せたでしょ。あの一言まで書いて送ったのにそれが裏切られたんだよ。しかもほとんどコピペだったんだね、その言い訳用の。だからこれに対してもあのね、あのあって定型文があって、その組み合わせだったから、毎回毎回いろんなものがあのこの1個の行列ごとにこう まとまって何行分ずつのコピペがねペロペロってこう来てたわけで、丁寧でも何でもなかったんだねこれね。であの手入力で書かれたものっていうのは小憎たらしい返事ね、さっきみたいな、うん、臭いとも書いてないんだからつってあのね、匂いがある商品とね書くあの書くとは思われませんかって、他の業者はちゃんとそう匂いがあるかもしれないって書いてあるんだからさ、あなた方も書きましょうよってね。他のちゃんとしたフリーダイヤルを設けてるね大手 あの業者さんはしっかりとその点ね包み隠さずやってるんだよ、ね、それが信用問題なんだよ。信用問題ね、アマゾンで言ったらね、タンスの件とかね、あの評判悪いんだよ。ここはあの悪い業者だとかね、返品応じないとかで、いざ返品すると送料引かれて100円200円しか戻ってこなかった、最悪だ、こんなもの注文しないって、あの星1個の評価で文句書いてあるんだけど、実際そんな会社じゃないからね、ちゃんとフリーダイヤルがあるし、ね、何かあればちゃんとねあの気持ちよくね交換なりなんなり返品なりね受け付けてくれる会社です。だからあのレビューもすごく多いし、あの継続してリピーターとかも多いわけなんだよね。これが信用問題だと思うんだよ。だおじいも実際にね多数ゲーム何か何個か買ったことがあるんだよ、ね、でもそんな悪いと思ったことないよ。だからねそういう、まあ、へんてこりんな、なんか多分妨害者やライバル会社かなんか分かんないけど、そういうレビューも確かにあるんだけれどもね、でもまあ都合の悪いレビューはプチプチ消す声っていうのもあるからね、いいレビューしか残らないとかそういうのも確かにあるんだよ、まあ、今回もう午後になったらね、そのおじいの場合は結局月曜日か火曜日にね引き取り日指定してるんで、ね、そういう日に、まあ、このままだったら来るんだけども、一応その返品用の袋マットを入れる袋で、それに消臭剤を送りなさいよ、とりあえず消臭剤を送りなさいって言ったから、じゃあその返品用の袋に消臭剤をあの入れてきましたって言うからね、最初にそれを送るべきでしょうって聞く前にってね。で消臭剤が来たら一応それを試してみるんだけどもね、おじいだからアレルギーとアトピーもあるからね、あの2週間を待たずにねあの引き上げしますとは言ってるんだけれども、ちゃんとしたそういう丁寧な対応っていうかね、へんてこりんな怒らせるような内容がなければおじいだってね納得すれば待つんだよ。使えるのは2週間後かなとか3週間かかるかなとか、どんな感じでしたかってね。ただああ言えばこういうで、その言い訳が通らない言い訳してるから、商売としてお客様のせいにする、お客様のバカにするね、お客様の鼻が悪いんだとかね、なんか答えさんとかうちでは問題ないレベルとか、何かを言えば何かで返してくる、これが気に入らないのね。お金を払ったお客様を悪者扱いする、こんなことがあっていいものか、そこなんだよ問題は。
だから改善しないんだったらこういう業者なんだよっていうことをね分かって注文しましょうねってことなんだよ。まあ、今回はねこの表記はリンクを消したので、あとは注文後のメールのねこの同じような内容を削除すればね半分 OK だと思います。あとはちゃんと匂いについてのサポートはね交換とか返品とかねそこら辺が書いてある内容と記載と違うんだったら正しい内容で書くように一応一言言ってあるんでね、それが実行されたらまだね伸びしろがある会社ではないかなとおじいは判断しています。こういうことがあってどの業者もそうなんだけど、最初から完璧な業者はいない、人間もそうだけど、だこういうことをちゃんと素直に受け取ってお客様の声で成長していく、そしていい会社になっていく、ここなんだよ。人間だって誰だって最初からパーフェクトな人間いないんだから、立派な人間なんていないんだから、欠点はある。ただアコギだ悪い商売をしてるとしっぺ返しを食らうしね、悪いことだなって認めたんだったらね、その詐欺に突っ込まれたらやられるのが分かってるから急いで引っ込める、そんだけのスピードの対応ができるんだったらちゃんと健全な内容でね、ライバル会社にね汚い手段を使って競争しなくても正々堂々とできるでしょう。あとはお客様がね品質がみんないいって言ってるんだから、おじいも含めてね来た商品の弾力具合とかね、物の生地とかね、ふかふか感とかいいって言ってんだから、商品がこれはいいっつって問題がないって言ってんだから、これはいい買い物ができたって言ってるんだから、そこのとこだけちゃんとすればいい商品で本当の1位なんだよ、ナンバーワンなんだよ。ただ臭かった、その臭かった問題の対応についてちゃんとこうやって書いてあった内容でやらないで手のひらを返して突っぱねた、これが問題。じゃあ会社としての対応がもう決まってるんだったらそれをちゃんと明記しましょうよって、ね、難しい話でも何でもない、クレームでも何でもないよ。間違ったところをお客さんとして指摘してるだけです。そこが伝わればいいんだよ。返品用の、あれもあるからね、まあ、今後の対応でどうするかおじいもまだ分かんないけど、今日まだ土曜日なんで、ね、回収業者が来るのが、ね、このままで来るのは月曜日か火曜日なんでね、まあ、どんな袋が来るのかも見てみたいし、ね、まあ、結果としては2週間待てば匂いが消えるのかどうなのかっていうね、まあ、おじいとしては一回様子を見てくれっては言ってるわけだからね、そんなすぐに会社なくても普通の人みたいに、ね、2週間の様子を見てから返したっていいわけだから、まあ、おじいとしてはね、じゃあ臭いのがどのように匂いが減ってくのか減ってかないのか、ね、まあ、でもやっぱり結局ファブリーズ買ってきたよってなるのかね、分かんないけど、どうしたら解決できるのか、ね、臭いものを買ってしまった方、ね、すぐに改善するとは思わないからね、そういう対処方法なんかを動画に残せたらいいなと、おじい的にはね YouTuber 魂ではそう考えてます。臭いマットが届いてしまったらね、この処置で取れるんだろうかってね、どうしたらいいんだろうかってね、処置の方が大事だよね、おじい的には。そんなわけでね、一つの業者を叩いて気が済めばいいというものではないかなというおじいの今の判断です、ね、おじいが気に入らない部分はもうこれだけ動画に残しはね皆さんに伝わったと思います、ね、いい商品を扱ってる会社なんだよ、ただ一部の対応が間違ってた、それだけの話です、ね、それ以上でもそれ以下でもありません。必要以上にね、必要以上にクレームをつけたりとか、追い込んだりとかする気持ちはね、おじいは毛頭ないんだよ。ただ納得できる内容に改善してほしいだけです、おじいとしてはね。だこのサポートも丁寧なようだけどね、嫌味がチク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 入ってきてるのでね、まあ、それはまあ女性特有だとは思うんだけれども、ね、そのサポートの対応の仕方もね改善してほしいよね。お客様がね、火に油を注ぐこと言ってどうするの、言い訳じゃないでしょってね、
そう思います。まあ、今回の件についてはねここまでにしたいと思います。いかがだったでしょうか。長くなっちゃったね、今日はね、ごめんね。早く処置剤届かないかな。以上です、おじいでした。またね、バイバイ。